児玉さん基本的にはそのこのグランプリは決まっていると、はい、実は12レースの6番車です。マジ？え、奥井さんとむっちゃんもおるし、奥井さん、尾崎さんもおるという大変なメンバーではある。それはやばくないですか？え、そんなもん。え、うち私奥井さんとは絶対初日当たらんやろうなと思ったんですけど。で、点数のバランスでいくとちょっとはっきり見てない、ちょっと1位4位かもしれないですね。2と3をちょっと11見せてもらっていいですか？12は強烈の中でも強烈という感じはします。マジか。なるほどで、まあそう、まあ、競輪祭なんで、F1 選考で、はい、それ吉岡さんのレースを見てきて勉強してきたんですね。まあ、尊敬する先輩なので、今回はそれでいきたいと思います、まあ、グランプリも決まっ、まあ、ほぼほぼ確定だし、まあ、他の人たちよりかは、まあ、気持ち的にもちょっと楽に臨めると思うので。確かにその部分がやっぱりどうなのかなっていうのは我々も気になって、みんなは結構賞金あって、おはようございます。追加だったり、いろんなこう立て込んで走ってて疲れもあったり、児玉さんの場合はもう普通にここに来れたような、はい、まあ、追加も受けずに来たんで、まあその上でですけど、やっぱり大事な大会というか、地元で福岡で期待を背負うと思うと楽しみです、非常に。じゃあそんなに勝たないとというよりは楽しんで、そうですね、どっちかというとそんな感じで、まあ、グランプリにつながるレースをしながら、まあ、優勝を目指しながら、はい、その中でですけど、グランプリに向けてのその長期のスパンでのトレーニングだったりとか、はい、そういうのは意識されてたんですか？そうですね、まあ、特別変わった練習とかはしないんですけど、まあ、小倉で練習させてもらったりだとか、まあ、ガールズもたくさんいたのでみんなでもがいたりっていういい練習はしてきました。まずはじゃあしっかりそこで出して、はい、先につなげていけるか。そうですね、とりあえず明日ちょっともう初日からすごい 強敵メンバーが揃ってるんで、確かにそう考えると、いわきでドリームレースを勝ってからじゃないけど、大きいレースでもう一回その、どう戦うのか、ファンがすごく楽しみしてるでしょうからね、まあ、今までずっと大きいレースとか関東の方だったし、応援もあったんですけど、どうしてもやっぱ関東の選手の応援の方が、どっかの新聞書いてましたよ、まきびちゃんコールばっかりで、今回は葵ちゃんコールお願いします。ここの地元なんでね、ちょっと期待してます、青いコール。本当じゃあ青いコールがなかったら怒るぐらい、本当に。そうですよ、ちょっとじゃあ、ファンの方には期待して、はい、青いコールお願いします。そのまま出しておきます。お願いします。ではありがとうございます。はい、ありがとうございました。